チェコ国立銀行は、チェコの中央銀行、金融市場監督機関、プラハに本店を置き、総裁は、イジー・ルスノクが務めている。チェコ国立銀行法では、銀行の主たる目的は、物価の安定である。その次に挙げられる目的は、持続可能な経済成長を支えることである。また、金融政策波及メカニズムでは、インフレターゲットが導入されており、 目標インフレーション率を年間3.0%に設定している。2008年2月7日に金融政策を更新し、ベンチマーク金利を 25BP 引き上げた。金融機関は設定された割引率で過剰な流動性資金を、チェコ国立銀行にオーバーナイト預金を行うことができ、またロンバートレートで資金のオーバーナイト借り入れを行うことができる。 このため二つの金利は短期金融市場金利の回廊となっている。さらに、チェコ国立銀行では基準期間2週間の売り戻し条件付き買いオペの携帯で公開市場操作を実施する。近年チェコ国立銀行は過剰な流動性資金を吸収している。この狙いは経済活動やキャピタルフロー、インフレーションに影響を与える短期金利を操ることである。 ありがとうございます。